はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデザートの新商品、チェリーパンナコッタの紹介をしたいと思います。値段は1680円でした。これなんですけど、これちょっと前に出たデザートの新商品で、新しいデザート出てると思って、パンナコッタなんてどんな味すんだかなと思って、 チェリー大好きだし、これは買わねばと思って買ってきました。横から見るとこんな感じで、この白いのがパンナコッタっていうババラアみたいなやつですね。これにこのようにダークチェリーのソースがついてるんですね。蓋を開けるとこんな感じでもうダークチェリーのソースだけしか見えないですね。結構いっぱいかかってるっていう感じがしました。 いやもうこの時点で甘酸っぱいいい匂いがして、もうすごい美味しそうでした。早く食べたいっていう感じですよね。それで、これをどうやって取り分けようかなと思って、ネットで調べてたらいい方法が見つかりまして、こんな感じなんですけど、グラスに最初から取り分けちゃって、それでこれにラップして冷蔵庫で保存すると、食べるときも食べやすいですし、こんな感じで取り分けようと思いました。 まずこのチェリーソースとこのパンナコッタを分けようと思いましてこんな感じでガラスのボールを用意しましてスプーンも用意しましてここに器を持ってそのまんま傾けますとこんな感じで上のチェリーソースだけ取れますんでチェリーソースを取りましてこんな感じでパンナコッタとチェリーソースを分けましたチェリーソースは結構いっぱいありましたね それでこのようにグラスを用意しましてこの右側のグラスなんですけど以前コストコで買ったこのティラミスカップのこのガラスのカップなんですけど結構丈夫でしっかりしてるやつなんで取っといたんでそのカップにこんな感じで入れようと思いましたそれでこのカップにこんな感じでパンナコッタをスプーンですくっていきまして結構しっかりした硬さのパンナコッタでした それで取り分けていきまして、結構硬い感じが伝わると思うんですけど、そういう感じでした。それでこのようにパンナコッタを取り分けたんですけど、6つのカップだと、こんな感じでまだ余ってしまいまして、それでカップをこのように2つ追加しまして、これにまたこのように入れまして、だいたいジュース飲むぐらいのカップで、8つのカップでちょうど取り分けるぐらいの量でした。 それで全部このように取り分けることができまして、それでここにこのチェリーソースをこのように均等になるように取り分けました。それでこれにラップをかけて、これを冷蔵庫に保管するような感じにしました。一個取り出してみたのがこんな感じなんですけど、ラッパージュって言うんですかね、もうダークチェリーもなんかテカテカして、美味しそうですよね。それで味の方なんですけど、 また、いつものように、それぞれの食材を別々に食べた味の感想から言います。まずこのパンラコッタなんですけど、先ほども盛り付けてる時に見てもらったように、しっかりした感じで、バニラが香る感じですね。それですごいクリーミーな感じでミルク感の強いババロアっていう感じのパンラコッタでした。次に、このダークチェリーのソースなんですけど、 甘酸っぱいダークチェリーでチェリーの味が濃い感じでそれでこのチェリーの身なんですけどこのチェリーの身も食感もしっかり楽しめる感じですごい美味しかったですそれで全体的な味の印象なんですけど甘酸っぱいチェリーソースとすっかり食感が残ってるチェリーのソースがクリーミーでバニラの効いたババロアのような食感のパンナコッタと対比するっていうか さっぱりと濃厚みたいな感じで、コントラストがはっきりしてるような感じで、それが美味しい感じですごい楽しかったです。チェリーソースの甘酸っぱさと濃厚でクリーミーなバニラ香るパンナコッタっていう感じの涼しくて美味しいデザートっていう感じですごい美味しかったです。それでごちそうさまということですね。今日はコストコのデザートの新商品、チェリーパンナコッタの紹介をしました。 甘酸っぱいチェリーソースがなかなか日本ではあんまり馴染みがない感じの味でチェリーが好きな人でしたらもうドンピシャでチェリーの身も美味しいですし甘酸っぱいさっぱりした感じも独特な感じで濃厚でクリーミーなパンナコッタとすごい合いますんで皆さんよかったらおすすめですんで一度お試しくださいチャンネル登録いいねとよろしくお願いします今日はこれで失礼しますありがとうございました